今私は、チャンジフン通りですね。チャンジフン通り、金馬から南にグエンティンタイン通りをまっすぐ降りてきたら、川を越えたらこの高架ですね、川をまたいでますけど、川を越えたらこのチャンジフン通りに来ます。はい、これまっすぐ行くとサンロンビッグシーがあって、で大きな外周道路ですねに、行きます。で川を越えたこの辺りから、まあ、ちょっと韓国系 の、 会社さんがね、増えてくる、韓国人の、まあ、居住エリアになってくるんですけど、そのちょうど境目ぐらいのところにあるユーロウィンドウ、はい、ここは低層階1階から5階がオフィスで、6階からその上はアパートなんですよね、いわゆるコンドミニアムです、分譲マンションですね。で買ったベトナム人がそのまま住むケースと、であと若干 外国人に家具を入れて貸すという2つのケースがあります。で今日はね、何軒か空いてる部屋があるということで、その、アパートの部屋を皆様にご紹介します。はい、2ベッドルームと3ベッドルームがあります。はい、じゃあこれから部屋ですね、取っていきます。これから部屋ですね、取っていきます。2ベッドルームの107平米、2ベッドルームですね。女性のオーナーさんも今いらっしゃってます。まあ、気にせずに取っていきますね。まず入り口入ってこんな感じ、はい、こんな感じですね。カウンターキッチンがあって、入り口すぐに三つ口のクッキングヒーターがあって、はい、で2口のキッチンシンクで、まあ、もろもろね、ちょっとまだ入居していた方が出てばっかりなんで、ちょっとまあ汚れてますけども、はい、日立の両開きの冷蔵庫とか、結構まあお金はかけてらっしゃいますよね、電化製品で。ここはグラスシャワーですね。で冬でもあったかい、はい、ライトがついて、まあ便座で洗面ですよね。はい、まあこんな感じで、このオーナーさんはすごいのは、これを入れてる、これは何かっていうと、オーナーさんオリジナルですね。要は水をここで浄化するんですね、浄化槽です。はい、水を一旦浄化したものをシャワー浴びたり水道から出てくる、全部ここで浄化させてるっていうんですよね。はい、ちょっとお金はかけてらっしゃいますよね。はい、一生懸命今ここのアパートの価値を喋ってらっしゃいますね。はい、こんな風にパターンになるケースが多いですね。カウンターキッチンがあります。テレビは結構大きいで、すごい立派な調度類がここにあって、ラグがあって、コーヒーテーブルがあって、結構大きなテレビですね。はい、で、まあ、ダイニングテーブルがこんな感じでつけてらっしゃいます。で、向こう奥に右側と左側に部屋が2つある2ベッドルームですね。はい、ちょっとまだね、汚れてますね、汚れてますが、はい、これがメインベッドルームですね。で鏡があって、外の風景はこんな感じ、ちょうどチェンジフン通りですね、チェンジフン通り、はい、金間の向こうの方からまっすぐ伸びていくと、先にあるこの高架ありますね、この高架を越えてすぐのユーロウィンドウコンプレックス、これが今ご紹介しているコンドミニアムですね。オーナーが先に買って、それを、家具を入れて外国人に貸しましょう、はい、そういうアパートです。はい、下はまあ学校があったりね、結構何て言うか低層の建物がバーって広がってるんですよね。はい、こんな感じ、もうロッテが見えてますんで、金馬すぐですね、車で10分15分、ぐらいでしょうか。で金馬の辺りまで食事に行くと、同時に会社方面は郊外の工業団地なので、車はすぐ行くとタンロンビッグシーが出てきまして、その先には、タンロンナンバーワンとか、ああいうね、コンドミニアムがあって、その辺り、まあ、高架があってね、高架に乗れば、ハノイの外周道路ですね、はい、5号線に乗ってハイズー方面であったり、バクニンであったり、空港方面であったり、自由に一気にこう走れる、そういう外周道路がここから近いと、はい、金馬にも近いし、外周道路に出るのも近いと、で場所的には、まあ、ちょっと日本人というよりも韓国人街に近いという、そんな感じですよね。はい、まあ、家具類に関しては、まあ、まあオーナーさん、個人オーナーなんで、混んでいいのかなっていう感じですね、入れてらっしゃるものが ありますよね。まあ、当然この見た目に合わせて家具屋さんで作ってらっしゃいますよね。
既製品ではこういうぴったりはまりません。はい、クローゼットがありますよね。こういうで、まあちょっと住んでた人のね名残があるんでどうしても汚れてますけども、綺麗にします。はい、ここがメインベッドルームで、メインベッドルームに通じるバスルームですね。バスタブがあってシャワーがありますよと。はい、今シャワーノズルがこれか、伸びるんですよね、引っ張ればね。はい、とうとうの便器でちょっとした棚がついてると。はい、こんな感じですね。はい、でもう一つ、もう一つテレビも大きいですよね。でここはサブベッドルームですね。ちょっとまあ電気は消してますけども、棚があってクローゼットがあって、エアコンも各部屋必ずビルトインですかね、もうビルトインでこんな風になります。はい、でここがまあ洗濯スペースを作ってるんですよね。ちょっと変わった作りですよね。室内です、室内。はい、室内なんですけども、こういうスペースがちょっとあると、向こうのリビングと通じてるんですよね。外の外気とは触れてません。だからエアコンはちゃんと効きます。室内だけどもちょっとしたこう洗濯スペースがこうついてるというような、はい、作りになりますね。あとは一緒です。はい、どうでしょうかね。これでですね、まあ、あのオーナーさんと家賃に関しては話をしなければいけないんですけども、ネットで1000ドルですから、オーナーさんは要は自分の取り分が最初ね、まず言ってきます。1000ドル欲しいんだよと。でこれは何も入ってませんから、それに税金とか管理費を入れる、大体1手で、15% アップだと思ってた、150ドルかな、税金管理費入れたら1150ドル、107平米ですね。それにまあいろんなもろもろの、ハウスキーピングであったり電気代であったり日本の番組であったり入れていただければ、はい、プラスですね、プラス200ドルぐらい入れれば大体あのサービスアパートと同じような内容になるかなという感じです。はい、場所的にここですよね、場所がどうかと、はい、いうこと。まあ金馬に近いのと外周道路に出れるちょうど中間あたりなので、金馬に寄ってるとね、外周道路からこう降りてきた時に金馬に戻ってくるまでが結構混むので、この下の道ですね、はい、これが混むので結構時間かかる。でここだったら中間地点なんでスッと戻れる。朝はもうあの早く行きますんでね、スーッと乗れるんですけど、帰りが渋滞するんですよね。6時7時あたりが結構渋滞しますので、その時に、はい、スーッと戻れるかっていう考えると、このエリアっていうのは、まあ、金馬まで行かなくても、はい、戻ってくれるので、はい、かつこの周りは韓国の方々が多いんでね、韓国料理とかが結構たくさんあります。はい、という意味では、まあ、第一大、消費エリアにはなりますし、金馬の方に行けば日本食が山盛りありますよね。そういうエリアです。はい、いかがでしょうか。